卓球選手だ、はい、うちにな卓球ラケット足上げてガッ、そうなんですよ、あの人が言った言葉が、はい、不可能を可能にする、めちゃくちゃ深いですね、メモったわ。やる気元気マリオチャンネルです、よろしくお願いします。コロコロはこんにちは、お願いします。今回はですね、もう急に思い立った企画といいますか、はい、パラリンピックが盛り上がっているぞという企画をやりたいなと思っております。僕ね、今回ね、はい、パラリンピックってこんだけ僕真剣に見た初めてやと思うね。まあでも正直日本全国皆さんほぼそうじゃないですかね。企業でもええ時間でやってるしね、むちゃくちゃええ時間なんですよ、はい、オリンピックね、東京オリンピックも確かに素晴らしかったけど、はいはい、僕パラリンピックの方がなんかね、はい、燃えんねん。何なんでしょうね、心に来るものもあるという、うん、世界の超人を見る凄さが東京オリンピックだったら、はい、僕やっぱ世界でやっぱり這い上がってきた人たち、はい、でなおかつ技があるっていう、年齢がね、はいはい、確かに変わらないこと出てくんのよ。そうなんだ、ね、自転車競技で金メダル取った人50歳の三浦さんとか、ね、はい、すごいですもん。結構確かに言ってはる方はいますね。大阪寝屋川出身の和田伸也さん、戦後44歳やかといえば、水泳の女の子なんて14歳みたいな子もいてたり、障害持ってるけども、はい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 、お父さんが亡くなってやで、はい、お父さんはあの わしはカッパやったんや言うて、はい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 、お前もだからカッパになれるんや言うて、はいはいはい、お父さん私カッパになったよってもう涙したわ俺もう泣くわ。わかります、14歳ね、真の超人な感じするんですよ、するほんまに。あとあの人卓球選手だ、はい、口にな卓球ラケット、で足に足上げてガッ、そうなんですよ。あの人な10歳の時に両腕なくしたってんで、鉄道の事故で、ほんで友達が卓球やってるのを見てて、はい、俺もやらせてくれ言うたら、友達がお前できひんやないかって、まあまあ、なるでしょう。ちょっとやりすんちゃうと、腕ここに挟んで、脇に挟んでやってもできひんかったから、はい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 、考えて考えてやったら口で、でパラリンピック2期連続、あの人が言った言葉が、はい、不可能を可能にする、めちゃくちゃ深いですね。メモったわ。メモって飾っときたいですね。ほんまに。ほんまに。今まであんまりパラリンピックのこと詳しくなかったから、はい、記録どうなんと、はいはい、記録、はい、いや、そうですね、わかりますわかります、それはね、わかります、まあ、もちろんね、そのいろんな障害の柔道によってもまた違いますけれども、はいはいはい、記録どうなん、はいはいはい、と思ってたら、はい、視覚障害者の、はい、戦後、はい、2番入った和田伸也さん、44歳、はいはいはい、なんぼやの4分5秒ですよ。ちょっと待ってください、僕のベスト4分9なんですよ。そうですね、僕のベスト4分9なんですよ。高校時代やろ、高校時代4分9なんですよ。そうやろ、僕マスターズで50歳の時で4分49やって、早っね、早いですよ、マスターズ50歳で、ね、だいぶ早いですよ、49で近畿で2番や、早いな、はい、この44歳で4分5いや、ほんで5000な、はい、5000の、記録、はい、銀の人、銀の人、銀の人、はい、そこあの視覚障害者の方ですよ、唐沢選手、唐沢さん15分18ですよ。僕15分9ですよ。今回はでもあの19歳とかでまた強い選手が世界から来よるね。そうですね、レベルがやっぱ若い子が、はい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 、僕ねあれね思うのは、やっぱりこのリオとかロンドンとか北京でパラリンピックが盛り上がってんのを見て、はい、あ、私もこれだったらできる、これやりたいっていうので、はい、まあ、あの競技始めて、はい、だから今回の東京パラリンピック見てると非常に10代のね、そうです、選手が多いのよ、はい、いやだから次はもっとじゃないですか、はい、これだけね、いろいろテレビだったりでも今までなかなか放送されてなかったのが、うん、だから障害持ってる方がどんどんと出てきてもらって、そのレベルをがすごいのが分かってきたから、はいはいはい、ね、はいはい、めちゃくちゃ高いですよね、レベルが、うん、めちゃめちゃ世の中の人たちがリスペクトする時代になってきたんやなって。でもまた今障害持ってるとか持ってないとか健常者とかっていうのをごちゃごちゃ言う
時代じゃなくなってきて、はいはいはい、ハードルも下がってきた時代だったよね、はい、ほんまにそうです。いやでも確かにそうです ね、ちょっと障害があるって触れにくいというか、うん、なかなか普段どう接していいかわからんとこもあったんですけど、こんだけのパフォーマンスができるんやっていう基準というか、うん、まあもちろん高いレベルやとは思うんですけど、なんかこう一個の目安というか我々にも入りやすいきっかけを与えてくれたなという気はします ね。あの 400m の女の子で、はい、まあ、富山さん外山って書いてはいはいはい、あゆみさん、あの子を見た、あの手に書いてる手のね、右手には人生変えられる責任と自立みたいなの書いてましたね書いてましたね。左手にはベストタイム出すでね、59秒41、自己新出す。いやもう書きましょう、オールスター感謝祭も書きましょう、書きましょう。あと車椅子のあの佐藤智樹さん、あれもともと俳優やねんて。そうなんすか。静岡から俳優なりたいって東京出てきて、で車椅子で、で結果こういう風にして今注目していただいてっていうことですってなこと言ってたね。マーティンとの駆け引き、あれ面白かった。400、そうですよ、400、そうです。最後ガーンとね、ちょっと無理ちゃうみたいなとこから最後はあ、オルフェーブルみたいでしたね。急に馬で例える。オルフェーブルでしたもん最後だからムチガーン入れたんでしょうね。うわ、あれ負けてるんだよね北京、だからリオでは。そうここでリベンジして戦後も一体一体やったね。ずっと疲れてましたもん、ずっと、まあ、マーティン後ろで佐藤選手はずっとまんまで、でも一体一体で、いやそれも見え切って、うん、サイレンス鈴鹿みたいな。一体一体だから馬で例えな。一体一体やサイレンス鈴鹿みたいな。あんな逃げを打てへんね。打てないですもん。サイレンス鈴鹿やな。本当にまさに。うん。で急に競馬の話になったんや。まあでも、はい、そうやってパラリーの選手ってすごく夢と、はい、僕らやっぱり、まあ、夢もあんねんけど、僕は夢っていうよりもごめんなさい、刺激を、いやほんま刺激をもらいました。そうですね、めちゃめちゃ刺激も、だからもう今不可能を可能にすると思って、また追い込み練習やりだしてるもん。あもうそうですね、うん、まあ、相当不可能を可能にしないと勝てない世界ですから。いやほんまにその富山さんの自立っていう文字見て、うんうん、僕ほんまに親に車買ってもらってる場合ちゃうと思いましたあと二世帯住宅、はい、ほんま自立しないといけないなってほんまに勉強させられたというか、ま、ね、本当にえ何と自立やったっけ。責任と自立。いやもうまさにやまさにです、はい、まさにまさになんかめっちゃ恥ずかしくなったんですよ本当に。あの子可愛らしいで、なあ、はい、いやだから住宅はまた走れる体を作ってるんですよ、はい、足をね、はい、で稼いで、はい、子供も2人、はい、2人目生まれましたから、キプチョゲでございます。頑張ろう、ね、はい、いやまあね、本当刺激受けて、はい、皆さんもぜひね、またこの森脇チャンネルでもいつか行けたらちょっとパラスポーツもそうやね、ちょっと体験してみて、はい、どういう気苦労があるのかとか、そういうのもなかなか僕らもわからないとかあるんで、うん、ちょっとやりたいなと思いますんで、ぜひ皆さんお楽しみにください。